今日は2016年1月18日です。先週から我々スマップのことで、政権をお騒がせしました。そしてたくさんの方々にたくさんのご心配とご迷惑をおかけしました。このままの状態だとスマップが空中分解になりかねない状態だと思いましたので、今日は、自分たち5人がしっかり顔を揃えて皆さんに、報告することが何よりも大切だと思いましたので、本当に勝手だったんですが、このような時間をいただきました。この度は、僕たちのことで、お騒がせしてしまったこと、申し訳なく思っております。これからの自分たちの姿を見ていただき、そして、応援していただけるように精一杯頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。本当にたくさんの方々に、心配をかけてしまい、そして不安にさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。皆様と一緒にまた今日からいっぱい笑顔を作っていきたいと思っています。よろしくお願いします。今回の件でスマップがどれだけ皆さんに、支えていただいているのかということを改めて強く感じました。本当に申し訳ございませんでした。これからもよろしくお願いいたします。皆さんの言葉で気づいたこともたくさんありました。本当に感謝しています。今回ジャニーさんに謝る機会を木村君が作ってくれて、今僕らはここに立ててます。5人でここに集まれたことを安心しています。最後にこれから、自分たちは何があっても前を見て、ただ前を見て進みたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。